お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。っていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。菜の葉さん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が？
私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えりゃ双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なので、あんた姉のサエコか。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ？それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ？複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか？うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう？そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか、お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。分かってる、本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな、電話か何かで？うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか？そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって？その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を？
はあ？乙姫ランドのボーイさんが？そうなんだ。妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すとかなんとかで。ちょっとなんなのそれ。だいたいナノハが倉庫で働いてたとか、なんで教えてくれなかったの？ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上、もうサッちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと？でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの？大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずのナノハのために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち？そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だ、あんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長。店長。ロマ、ロマ、他在这里。ロマ。それが店長との最後のやり取りか。そう。最後ドタバタしてたってのは何だ。わからないけど多分中国語、かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら急に引き上げていったの。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ、どういう意味だ？だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？偉人さんの？実際の名前はマブチ。マブチ、ハンピン・リューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流会の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマーを知らねえやつはいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？やつは偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費まで
まめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、真淵に自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上真淵が相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、その真淵が怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話、詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に、野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆って言うんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だっていうの？そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから俺らに会いに来たんだよな。OK。 OK ってひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。
あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。なあ、おい、邪魔すんじゃねえよ。ほい、来た。ほら来いよ。やってみろ。なめないでくれ。見てろよ。とっておき。よいしょ。逃げるなら今のうち。なめんなよ。なめんなよ。
せ。なんだあいつは。げ、目が合ってしまった。なんか呼ばれている。あんたそんなところで何やってんだ。実は今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その服がなくて。服がない。ええ、泡だけはあるんですけどね。泡？何言ってんだ。僕今こんな感じなんです。そうか、風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。ちょっと待ってください。このままじゃ僕電車にも乗れないんですよ。話せ。俺まで泡まみれになるだろうが。大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした。実は少し前まで僕はそこのソープランドであわあわして楽しんでいたんです。最近入ったミカちゃんって子が本当に可愛くて。それで？お楽しみの最中急に祖父から連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから無性に気になって出てみたら。出るのか。おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の制止を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんです。でもこの格好じゃ駅に着く前に捕まってしまいます。まあそうだろうな。だからお願いです、あなたの服を貸していただけませんか。え、やだ。そうですよね、こんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよね。ああ、つうかそれならさっさとさっきいたソープに戻って服を回収すりゃいいだろう。それなんですけど、プレイ中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで出禁になっちゃいまして、服を取りに戻ろうとしたら黒服の人に入り口で叩き出されてしまって今に至るんです。もはや状況的に進むも地獄、引くも地獄でして。服を貸していただけないならせめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか。洋服屋？そうです、この泡もいつまで持つか分かりません。僕が完全に生まれたままの姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないと。それなら俺があんたの服を買ってくるから。それで。そんな時間はありません。あなたを待っている間におばあちゃんの身に何かあったら。それに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって余計時間がかかってしまいます。趣味を語れる立場かよ。だいたいそこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろう。そうしたいところなんですが、泡が落ちないようにしてると身動きが取りにくいし、何よりこの辺りは水気が多いので泡が流される危険が高いんです。水気？なるほど。水をかぶって泡が流された瞬間、きっと私は即逮捕。おばあちゃんに会うどころかシャバの空気すら吸えなくなってしまいます。今の時点で逮捕されてもおかしくはないと思うが。そこでなんとか水が私にかからないようにしつつ洋服屋まで連れて行っていただけないでしょうか。一生のお願いです。どうかどうか。ああ。仕方ねえな、連れてってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。あんたに水がかからないように洋服屋に着けばいいんだろ。はい、よろしくお願いします。あ、僕はアワノと申します。
俺は春日だ。じゃあ捕まる前にさっさと服買いに行くか。ありがとうございます。おう。そうだ。わかったわ。それじゃあ。おう。
助けてください。ん、おらおら、さっさと金出せや。おい、てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。ああ、なんだお前は。あ、来てくれたんですね。ファイトヒーロー .com の方ですよね。あ、ファイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。邪魔すんじゃねえよ。いい加減しねえぜ。よし、じゃあ、めんなよ。やんのか。やめんなよ。とっておき、やってみろ。ほら来いよ。嫌がれ、なめろ。よし、痛めつけてやるよ。とっておきだ。やってやるぞ、俺の番ね。やめんな、してみろ。俺の番か。やってやろう。うん、来いよな。また強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。違うんですか。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん、はは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。うん、確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。あ、いや、この人は。お任せください、バイトヒーロー .com の名にかけてすぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチッピラが。正義は強いぞ。やってやるぜ。俺の番だな。やんのか、見せてやるよ。おい、来た。ほら、来いよ。やってやるぞ。見てなさい。どうするかね。絶対負けない。いくぜ。伸びる運命だ。なめんなよ。おった。逃げるな。やってみろ。ナイスキョウ。よっしゃ。なんだこのチンピラ、強い。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた、どういうことですか。
先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す？困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。美人町は異常に治安の悪いどん底の街ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に、気に食わねえやつを殴っただけだよ。じゃ俺は行くぜ。ああ、ちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか？はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面、依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう、この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。
では詳細の説明をさせていただきます。それでは、町の平和を頼みますよ。まあ、バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。どちらまで行かれますか？そうですか。
おう。分かった。よ。マジ？店長そんなに怒ってんの？よ。また。ん？なあ。ちょっと。おい。
ああ、強くなった気がするぜ。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった？おい、おい、くそ、ねえ、
なあ。え？おい。入れるか？4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか？紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねません。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか？それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う？私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私ども疑われているのですか？不法滞在者の雇用を疑ってるってことか？そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね？そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はぁ？ねえ？当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね？本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ？疑うっていうの？いえそういうわけでは。分かったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。分かりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。分かってる。早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。分かった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの？じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。おう。
まで行かれますか？それでは出発いたします。誰もいねえのか？おい！なんか用すか？バットを直してくれるって聞いてきたんだけど、あんたここの人？はい、サワスミレス。こう見えても一応ここの工場長なんですけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安っすか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 ！ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工冥利につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ行くぜ。めっちゃいい感じ。よっと、よっしゃー、できた。すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだな、あんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういや、ガランとしてるな。経営、あんまりうまくいってねえのか？あんまりっていうか、全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前すから。修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。
そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよく分からねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。よろしく頼むぜスミレちゃん。わかった。
こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、難波は野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ。これが人類で初めてウニを食った人ってきっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだな。ん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや、コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか？まあ、毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか？ちげえよ。たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したくすみが生き返るわけじゃねえ。くすみが死んでほどなく、嫁も辛労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった隆は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月隆に金を送ってんだ。偽名でな。偽名？隆からすりゃ俺は親父を無仕送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか？そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。なんか俺涙が出そうだぜ。なんだよ急に。
本当はしがない公務員、いや今やそれさえクビになったってのに、事実を伏せて高志くんのために金を送るなんてよ。足立さん、あんた男の中の男だぜ。どうやら春日の金銭に触れちまったようだな。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ高志の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。高志君だって今やいい年だろう。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが高志は司法浪人でな。司法浪人ってことは高志君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。高志から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。だからこそ俺は高志が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、高志も大学生の頃から挑戦してんだがなかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながらほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。高志君、受かるといいな。今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよくわかったよ。応援したくなっただろ俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ酒で。わかったよ、今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。